毎年3月上旬はさくらんぼの剪定時期。高品質で美味しいさくらんぼを収穫するためには欠かせない作業です。福島県福島市で明治元年から代々農家を営む株式会社フルーツファーム加藤の加藤修一社長は、あの日あの時まさに自宅近くの畑でさくらんぼの剪定作業中でした。いや、突然東の方からものすごい地鳴りが聞こえてきたんですよ。東日本大震災、さくらんぼのパイプハウスがガタガタと揺れ、立っていられる状態ではなかったと加藤社長は当時を振り返ります。地盤が固かったため畑自体に大きな被害は出ませんでしたが、それ以上に深刻だったのが放射能の問題でした。加藤社長はお客様に安心して果物を食べていただくため、そして従業員の安全を守るため、1年間販売を停止し、徹底した除染作業に努めました。その結果、樹木や土壌から放射能が検出されることは一度もなかったのです。フルーツファーム加藤は自社で栽培する果実を吟醸果実と名付けて販売しています。吟醸の醸は土の土壌の醸、あえて土片の醸にしたのは土に対して並々ならぬ強いこだわりがあるからでした。加藤社長はこう言います。福島にはおよそ2500軒の果樹農家があるんです。福島の気候があればおいしい果物はいくらでもできる。でもその中で生き残っていくには飛び抜けたものを作っていかなければならないんです。加藤社長はその思いを胸に20年もの間土壌の研究を行い、独自の発酵肥料を用いることで果物栽培に最適な土壌を作り上げました。果物は1年や2年で簡単に美味しいものができるわけではありません。肥料を変えたり減らしてみたり、それでもダメなら時期を変更してみたり、食感や香り、味を完成させるためだけで5年も6年もかかります。そんな苦労を重ね、ようやく出来上がったのが吟醸果実でした。今回フルーツファーム加藤ではファンドで応援していただいた資金をもとに、自慢の吟醸果実を調理して提供する農園カフェを2019年の秋に開業します。看板メニューは焼きリンゴですね。自信満々に語る加藤社長。株式会社フルーツファーム加藤、吟醸果実を味わう農園カフェファンド、皆様のご来店お待ちしております。